させてやるだけの世間一般 の人たちってああいう例えば1口100円とかの焼き鳥屋とこういうところの焼き鳥屋の違いがあんまりよく分かってない。そうですね。これ何鳥ですか？これはプロが使うの。水が使っている鳥です。はい、地鶏だと銘柄鳥でも形が違うと、あのまあ形が違う。まあ、今あのマキさんがやりたいっていうんで鶏も買ってきたんですけど。スーパーで買いましたよ。あと安いやつ。こういうのが銘柄なんですね。はいはいはい。地鶏だとも要はボリュームがもう全然違うというか。本当だ。え？だ足もこんな。なんかなんだこのブヨブヨしてたのこれがブロイこれがブロイなんですけど、足折るんで、はい、この関節を取って、ここから、ここから包丁入れるんです。ここに骨盤があるんですよ。根元から外側に向けて包丁入れちゃうんですね。これ、あくまでだから切るっていうよりは、この骨盤に沿って剥がしていくんで、おこのくぼみに沿って包丁入れちゃう。ここ引っ張る。これはそれぞれです。お肉を剥がして。トリは2つなんだからね、足がある分だけそうここがですね。ここに肩が出てくる。この肩の関節があるんで、こう触ってみると分かるんですけど、パツンと、そうすると骨外れるよ、ね。骨を滑らせる。いわゆるこれがフリーソテルというので 骨の際をちょっといただ剥がしておきます。こちらこれちょっと油を一旦全部取っちゃうんですよ。じゃあ一回取ります。ジョイント部分まで。はい。さあ、包丁こういうイメージで。こうですね。はい。そうすると外れるので、でこれが手羽先と手羽中。綺麗ですね。綺麗ですね。あとはぬめり取るためにちょっと。ほう。うわ、気持ちいい。だからせせりを取る作業。からやっぱりせせりっていう作業、せせり取る。取りづらそうですね。そうなんです。鳥の骨の形が要は、こう入れてこう入れてっていうこう作業の繰り返しになるんで。これ1最後した。なるほど。まあこれも全然ガラにつけてスープで取っちゃってもいい。これで使えるんで、うちはこれはあの細かくして皮の間に挟んだりしてます。入れたらそのまま進みます。で、この状態で何が何だか分かんないと思います。分かんないと思います。から串になってください。焼肉と一緒ですね。油を入れるかどうか。そうこら辺も、まあ、計算してこう取っていくんで、でこれこれもまあ94か。どうでしょう。お、1g、まあ、昔あの昔じゃないけどちょっと前にビバントっていうあのドラマ、はいはい。
ね、主人公の堺正樹が銃の重さって、はい、弾のグラムがどうだとかっていう話あったと思うんですけど、はい、あれ僕らすっごい分かるんですよ。持っただけで大体弾グラムって大体分かるんで、へえ、そうそうそうっていう話だったんだけど、あれ見て、あ、なるほどなって、いや、絶対ない、そんなことないから、ただ、まあまあ、それぐらい、だから、まあ、要は、まあ、毎日触ってると、分かるようになってくる。ここまでの作業は、鳥をばらすっていう作業、だからここから今度、串にしていくる。この1話で、だいたい5人前とかでしたっけ？まあ、一応、目安は5人前ぐらい。いや、うんざりしますね、これ。デブですね。こっちやっぱスタイリッシュですもん、奥口とかなのもっとすごいよね、シューって。お、気持ちいい。こっち匂い濃くてなんか肉が、いや、それこれを外して、あ、はいはい、それが普通のスピードですもんね、加藤さんの。まあそうです。骨がこう動いちゃうんですけど、そうそう、じゃあそれは刺し方の問題です。あら、俺らしか持ってるとすごい固定されてる。本当だ、え、全然これ僕のやつ。ああ、グラグラしてる。はい、いや、節と一体化させるっていうか、うん、そういうところやっても全然こう、はい、さあ、いかにも焼きやすそうです。焼きやすそうですね。じゃあこれだと、だからもうこっちから焼けてきますよね。はい、これがバランスっていうところで、バランスを取るためには、ではこの串の重心がどこにあるのかなっていうのを見ていかなきゃいけない。当然こっちの骨のが太いんで、こっちは重くなるんですよ。だからちょっと少し右寄り、こっちの方が重い、うん、重そうだからちょっと右寄りにしたんですか。だから今伊光さんが最初刺したところだと、もう要はこっちにも重心があるわけです。はい、ただこれをちょっとずらすと、こうなんて重心がある。ああ、はい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 、そうすると今度はこう、さっきだいぶ固定されてるはずなんですよ。本当だ。3手くらい、3手4手くらいで、じゃあ焼き上げるのどうしたからいいかって、重心をしっかり、うん、ひどいな、ひどいな。まあ、まあ、でもさっきよりは、さっきよりはまあ、うん、ただこれはもうちょっと、そうっすね、焼きづらい焼きづらい。じゃあまずささみは、筋があるね、筋抜きからします。筋抜き裏本当ここの上に今ただ深く入れすぎると肉が切れちゃう。あ、本当だ、肉切れちゃった。この後後ろにしないと切れちゃうって、うん、なるほど、ね、そうそう、はい、うん、切れた。最初はしょうがないんで、もあのいいです、あのなんか切ったり合わせようとか考えずに、なんかこの重心がもう分かってない。ひどすぎる
ちょっとわさび焼き刺すだけじゃねえんだろうって。カットが難しい。普通は全部ね、理論的に説明できないと。結構わさび焼き私も思ったより難しい。何これ。焼きづらそうだもんね。私はもう焼きづらそう。焼き手泣かせです。だから弟子がこうさばいて串打ちしたものを師匠焼く、うん、これ全然ダメじゃねえかよって投げられる。投げられる。あ、パス。くな。明日からやるなって。うわなかなか焼き鳥加藤を継ぐの難しいですね。焼き鳥加藤って弟子募集はしてないんですか。してます。あ、してんすか。焼き鳥屋ってやっぱ考えてくるやつ多いから。焼くだけでしょ。刺すだけでしょ。刺して焼くだけだと思ってる。あ、まあ、別にそういう焼き鳥屋もできなくはないんだけど、うん、でも、ちょっとやっぱそういうところとは違うかなっていうところから入っていくんだけど、結局やっぱり、うん、逃げちゃうというか、立たない。だから町場の焼き鳥屋がまるで仕入れてると、ものすごい効率悪いんで、多分やってない。あ、そうです。もしやったら値段出せない。一般の人たちってああいう例えば一口100円とかの焼き鳥屋とこういうところの焼き鳥屋の違いがあんまよく分かってない。そうですね。だからどんだけ手間がかかってるのか、うん、まあ、せいぜい肉ちょっと高いのかなとかしか思っちゃいないですよ ね、 そうですよね。だからなんか焼き鳥屋の言い方は悪いけど焼き鳥屋のくせになんか高いなみたいな思われちゃうんですけど、うん、僕らやってるのは自撮りでやって、まあ、原価が高いのと、まあ、あとまで仕込みに手間がかかる、うんうん、これはお客さんにはやっぱ分かりづらいんですけど、うん、まあそこを伝えていかないと。だからそれがやっぱり味なんですよね。やっぱこんだけ美味しいにはどういう理由があるんだっていうのはやっぱ分からせないと、うんうん、まあそれを伝えるのは俺かな。違う方法で。まずあのね、今日身をもってその身をもって知りましたね。逆に言うとブロイラーがなんであんな白いかって話なんで。ああ、そういうことか。多分自然な色ってこっちの方が自然なんですよ、うんうん。ブロイラーが逆に言うと自然な色、白っぽい肉になっちゃう。これ切るのが大変なんですね。そうなんです。基本的には角度が本当に大事なんで、角度で全部決まっていく。そしたらこれも理屈的にはやっぱ一番下に小さいのをつけていって、まあ、上にこうボリューミーにするというのが鉄則なんですけど、これ黙っちゃいますね、やってる時。パートコートが怖いからみんな黙々とこれやってるんですよね。黙々とやってる。しかもすごいハスピードでやってるからね。全然違うな、やっぱり。そりゃそうだ。そんな1回目で言ってきたらもうちょっと、そうですね。できるもんじゃないですね。時間かかるんですよ。時間かかるんですよ。初期の頃ってお客さん全く来ない時あるんですよ。それでも仕込みもしとかないとお客さんが来たって。そうですよね。で、あと炭も用意しとかないと。あ、で、結局お客さんゼロだったってなっても、まあどうしようもないんだから。ゼロってあったんですか。あります、あります。うわ、うちらが初年度だけで6回ぐらいありました。マジですか。泣きたくなりますね。しかもなんかね、真面目に丸々仕込んで自分たちで食べてきた。うわなんか分かんなかったからね、あの時はね、加減ができないんですよ。で、一気にみんな来ちゃってできないとか、もういろいろあったよね。最初はもう、あの全然気づかれず、うん、相手ね、なんかミシュランさんとかはでももう本当に3ヶ月ぐらいでした。すごいな。まあ、でも加藤さんってもともとあれ、全然違う職業だったんですよね。僕らはだからインターネット業界にいたんで、もともと彼女は。なんで焼き鳥やったんですか。いや、焼き鳥っていうか、まあ、なんか店やりたいねっていうなんか漠然とあって、あ、この業界に入ったのが35なんで、うん、まあ、その年から要はね、その10代から20代
からやるような修行ってできないんで、うん、やっぱりまあ専門料理で勝負しないと、うん、まあ勝てないなって、うん、いろいろ考えた結果、まあ、まあ焼き鳥とワインじゃないけど、うん、まあ、こういうなんかかっこいい世界だなって思った店があって、まあ、それはまあ阿佐ヶ谷のバードランド篠さんとかなんですけど、まあ、でそのバード系に入れば技術もまあしっかりしてるしってことで、まあ、師匠前だから北千住のバードランド、うん、バードコートが募集してた時に、まあ、応募したんです。なるほど。まあ、最初は本当、ね、師匠に断られて、ね、それは なんでなんですか。いや、まあ、未経験だし、全然と未経験で、まあ、ちょっとそんなの責任続かないできるわけないって言って、こまめにひっくり返してやる。いや、こまめには返す。うちはね、逆に言うとあんま返さない。仰がない、返さない。それはなんでだろう。まずは、あんまり返しすぎると、あのまず肉汁とか水分が、ね、回りすぎちゃうんですよ。要はささみとかならいいですけど、まあ、皮目とか、あるいは油が多いのだと油がね、くる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 コーティングされてくるんですよ。ああ、じゃあ胃もたれする。だからその落とすものは落として、で、あんまりこう返さずに、だ3手ぐらいで決めると、まあ、いい具合がいいというか、何がいい悪いじゃなくて、要はどうしたいか、どうしたいか、足し積みほぼしないですよ。あ、これで一発なんですか。というのは、足し積みしたら、当然足し積みしたとかいい日になるんですけど、だ弱っていくなら均等に弱っていくっていう考え方、そうすれば均等の日なんて、弱ったって均等に弱ってくなる。あ、ベストな時って、まあ、そんなに長時間続かない。ただ、焼き分けるというか、あの弱い時は弱い時の焼き、強い時は強い時の焼きをすればいいわけですね。一番重要なのは全体が均等という、うん。なので弱っていくのは全体が弱くなっていけば、だんだん強火から弱火になるような話なんで。焼いて、ついた時に全然もう火弱いじゃんってなった時に、出すことはない。うち基本的にそんなに営業時間の短いんで、4時間しか営業の差がないんで、1回転したことほぼ終わりなんで、4時間は持つんですか。ああ、まあ、持ちます。さすが、そこはやっぱ機種はやっぱ楽しいんで、これはきっとどこに足を寄せていいか割れながら笑える感じです。でも美味しいよ。うまいけどな。でも美味しいですよね。十分ね。十分美味しい。こっちを動かすんですね。そう、左手を動かす。感覚的に左を。難しいな、これも。ごめんなさい、なんで日本酒やるんですか。保湿です。保湿と、日本酒は多少糖分がやっぱり含まれてるんで、まあ、いい焦げ目がつくんですか。ああ、そうか、メイラーとか。メイラーとか。今ここが一番火強いんで、逆にささみに一番強いところで焼くと表面だけが硬くなっちゃう。カチカチになっちゃうもんね。なるほどね。やっぱ夏地獄っすね。夏はね、バテバテだよね。そう、皆さん、塩味だと思ってるけど意外といろいろやってます。やりすぎなんですか。味は美味しい。だからその表面というか、あの表側を焼きすぎてるのに裏側がそんなに焼けてない。でも裏もちょうどいいくらい。こっちはさばきから全てが始まってるね。だから結局その日の鶏の大きさとか油の効き方を見ながら解体して油を取っていくとか、うん、多分同じ鶏でやってもそれこそ解体から肩から焼きまで入れると結構人によって違う。全然変わってきますね。変わります。だから1センチで15センチ、15センチなんで、だからこの幅って大体10センチとか10センチ、この中に容量を下げる。うん、10センチの世界です。そうだ、そこにデザインする。うわー、はい、そうだ。美味しそう。え、ちなみにこのタレってオリジナルなのか。シンプルなのね。めちゃくちゃシンプルな。みりんと醤油しか入ってない。醤油と美味しい、美味しいんで、ちょっとな、焦がしたら醤油味したけど、いい醤油といいみりんってだけの。考えたらシャモに合ってる。あー、確かに。じゃあ、若干。はい、OK です。
かけやすい。あの、でかいな、俺の長い10センチの世界とギュッと長かったですか。今、油が垂れて炭にぶち当たって粉粉がパッと上がる。だからこれが香りが作ってる。そうです。それが炭の香りじゃなくて、いわゆるその油が焼けた匂いです。だから不完全燃焼臭って、まあ、俺らは言うんですけど、いわゆる炭の匂いっていうけど、炭の匂いって実はないんですよ。無臭だよね、ほぼね。炭は無臭なんで、油の匂いなんです。油の匂い、油が焼けて跳ね返ってる。紀州とかだったら、その油の弾きがあんまないんで、逆にね、そのいわゆる炭の香りみたいなのつかないんです。安い炭ほど落ちると、いわゆる燃えの、いわゆるその苦い匂いじゃないですけど、いわゆる炭の匂いって言われてるのが、まとめまとめいわゆる量食えないってやつですね。火が乗ってるんだろうね、今ね。なんかね、そんなこと。あとは、ちょっとネギをもうちょっと入れるんだよね。あ、後で。ちょっと熱がここから煙突みたいに上がるんで、中に火が入る。これ、ね、でもこのくるってなっちゃうのは、やっぱりこうあれなんですね。これはそう、刺し方の。刺し方とかいろいろある。でもネギマがさ、少々大事よ。肉はうまい。おいしい。うまい。あの、暑いっす。暑いか。こっちか。香りは。塩だと思う。大丈夫。全然大丈夫。真上にこう上がってくる状態っていうのが、まあ、要は熱がいい状態で、下のこの炭のから、要は手羽先を通してちゃんと熱が伝わっていくんです。よく黙々になるのは、弱ってきてこの、要は炭より先にこう広がっちゃうんです。それは火が弱ってる。もういつかね。そうすると今度、今どこがどういう状態かというと、ここが要はちょっと焼きが浅いじゃん。ああ、はい。そうした時にここにどう焼くかというと、今度こっちは奥が強いんで、こう重ねちゃう。なるほどね。近くに来た。やっぱ香りがいい。なんかね、見た。あれだよ。違う、全く違う。もう、張りがもう。しかも私。それが香ばしくて。うん、うん。プロだなぁ。厚みとか、それと、調理はこうなってみたいなサービスもね。飽きさせないよ。よくこんな、俺ら二人の店にみんな来てくれるなと思って。俺らが8年も店やってるの信じられない。え、そんなやつ、そうやった。でもまあ、でもまあ、本当に思うよ。でも立ち飲み方なんでって、一番思ったんじゃないですか。なんかありがたいな、みたいな。いや、本当に、私は本当に。加藤さんの人望がなかったら、あんな集まんないですよ。